今回挑戦するのは1番くじ星のカービィ、コミックなカービィ&フレンズ、コミカル&カラフルなニューアートで見せる栄翔のフィギュアをはじめ、おなじみの吸い込むカービィはブランケットで登場。今回の採用目当て C 賞マスコットはなんと6本もある。 D 賞以下は怪賞扱いではあるが、可愛い絵柄が揃った。すべて選べる4賞で何が出ても迷ってしまうこと間違いなし。さあ行こう、描いた虹が引きになる。よろしくお願いします。みなさんこんにちは、アクル TV のあおです。かわおもーイエーイ。さあ葵さん、今回は何回挑戦したのでしょうか。親子3人一発勝負、合計3回挑戦しました。それでは早速弾いてる様子をご覧ください。はい、始まりました。一番くじ、カービィですね。親子さんに一発勝負対決になりますよ。はい、カービィはね毎回いい景品ばかりなので、一番ねお目当てはぬいぐるみなんですけどね、それ以外が来ても嬉しいねくじですよね。うん、さあさあどんな結果になるんでしょうかね。ご覧ください、ご覧ください。さあ一番手はね、相変わらずパパからですね。今回もね上位賞なんとかゲットしてね一番になりたいなと思っておりますよ。はい、はい、続いてママですね、ママ相変わらず無欲の勝負になります。何が出るんでしょうか、楽しみですね。ね、葵になります。葵のお目当てはコミックから出てきたマスコット C 賞になりますね。当たるんでしょうか。当たってほしいです。結果発表です。 F 賞ワクワクコミックステーショナリー、ママと私がゲットしました。E 賞お役立ちラバーコレクション、パパがゲットしました。はい、ということでね、今回の結果だけで言いますとね、まあ、E 賞が私、一つですね。それと F 賞ね、葵とママということでね、まあ、ランク付けで言うと、まあ、私が久々に1位という形なんですけども、でもまあね、快勝ですからね、大差はないのかなという感じではありますね。はい、そしてまあ一つずつ見ていきますとね、まず F 賞のワクワクコミックステーショナリー、こちら全4種類だったんですけどね、その他にクリアファイルが1種類、あとメモ帳ですね、こちらがもう1種類あって、計4種類だったんですけど、我が家はメモ帳を1つ、それとマステを1つねゲットしましたね。はい、まあ、この中で言ったら一番いいのはマステかなと思ったので、まずマステはゲットってことですよね。うん、いいですよね、こうめくっていくとねコミック帳のねこう展開があって、なかなか可愛らしいマステになってますね。うん、そしてダイカットメモですね、こちらねペンキがねこう塗りたくられてる感じ、そこが吹き出しみたいになっていて、そこにメモ書きましょうねっていう感じですよね。うん、可愛らしくてね、いろいろ使いたくなりますね。はい、葵ね結構まめにメモをね取ったりしますんでね、使えるんじゃないかなと思いますよ。うん、そしてもう一つね、お役立ちラバーコレクション E 賞ですね、こちら全6種類になってるんですけれども、ラバーフックっていうのとラバークリップ、こちらでちょっと迷いましたね。ラバーフックはね持ってなかったかな。紙や紙ゴムなど、小物をかけておくことができるらしいんですよね。うん、こちらは2種類あったんですよ。
あとね、私の好きなラバーコースター、これもね結構ね可愛い絵柄だったんですけど、ちょっと葵の方はいいかなって感じだったので、ラバークリップにしましたね。はい、ラバー体もねなかなか可愛らしかったんですけどね。だから結構ねこの衣装はね、可愛い絵柄揃いで迷いましたね。うん、ラバークリップね、あの普通のねプラスチックのクリップなんかね、ご家庭に結構あると思うんですけど、こう触った感じもね柔らかいですしね、クリップ独特のね硬さがない感じがまたいいですね。うん、うんうん、簡単にね結構動かせますよ。うん、ね、しっかり止められる感じもいいですね。うん、学校のね提出物であったり連絡メモっていうのかな、ありますよね来るのね。うん、そういうものをねまとめておくといいかもしれませんね。うん、はい、じゃあ使ってみてくださいね。はい、はい、ということで衣装のお役立ちラバーコレクションでございました。ございました。今回は一番くじ星のカービィ結果報告開封編をお送りしました。はい、今回はパパに負けてしまったので、次回はみんなに勝ちたいと思います。そしていいのを引き当てたいと思います。これからもくじの開封結果報告どんどんアップしていきますので、くじ動画見たい方は高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。次回は一番くじリラックマを公開する予定です。それでは次回も一番くじでお会いしましょう。さようなら。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価、グッドボタン押してね。